今回は洗面台の掃除をやっていきます。ではまずはじめに使用するグッズをご紹介していきます。ゴム手袋です。キッチン泡ハイターです。排水口掃除に使います。マイクロファイバークロスです。仕上げの拭き上げに使います。シンクの水垢汚れ落としです。ダイソーで購入したスポンジです。お掃除用の桶です。自作のお掃除棒です。洗って使えるペーパータオルを割り箸に巻きつけたものです。そして今回の注目グッズはこちら、固形石鹸です。これは赤箱石鹸ですね。そんなに汚れていませんので、この固形石鹸をメインに使って洗面台掃除をやっていきます。それでは手袋をして、まずは排水口の掃除からやっていきます。こんなに汚れていないですよね。ゴムを取って、でもこの辺りちょっと汚れてますね。で、これも取って、まずはこの穴に拭き置きます。キッチンアワハイターですね。穴にも。パーツ類にも拭きかけていきます。あとこの突き当たりのところがちょっと汚れていましたので拭きかけて、続きまして桶に少し水を入れまして、でそこに石鹸ですね。で排水口の汚れもそこまでひどくなかったんで、ただシュッシュッシュッと拭きかけただけなんですけれども、だいぶ汚れがひどい場合はラップで蓋をして泡が落ちないようにするやり方をよくやってます。詳しくは以前ご紹介してますのでチェックしてみてください。概要欄に動画のリンクを貼ってきます。はい、こんな感じで石鹸がこのぐらい泡立つぐらいの石鹸水を作ったら、スポンジをつけて、で洗っていくだけですね。まずは一番最初、スポンジが汚れていない状態で水洗金具を磨いていきます。このダイソーのシンクの水垢汚れ落としというスポンジは研磨力が結構ありますんで、石鹸で落とせないザラザラ汚れ、水垢とか石鹸カスを落としてくれながら、石鹸の働きで皮脂汚れも落としてくれると、一石二鳥ですね。でここに泡ハイターがあるので石鹸水が混ざってしまうと怖いというふうに思われる方いるかもしれませんが、私は大丈夫だと思ってやっております。というのも泡ハイターに石鹸成分入っているんですよね。特に新しくなったキッチン泡ハイター、泡持ちいいじゃないですか。その理由がおそらく石鹸成分だと思うんですよね。なので混ざっても大丈夫なのかなというふうに私は思っております。このあたりザラザラした感覚が手に伝わってきますね。でもこうやって洗っていくとそのザラザラした感覚がなくなってスルスルしてきますね。はい、それではこのタイミングで自作のお掃除棒を使ってこの穴の中届くところまでですけれども洗っていきます。特にこっちですよね。ラップで蓋をしなくても十分泡が上の方に留まってくれてますね。この自作のお掃除棒でこうやって排水口の掃除をするときは、このペーパーが落ちていってしまうと大変ですので、首のところを輪ゴムで本当にきつめにしっかり締めて、絶対落ちていかないようにしないといけないですね。そうしましたら、まだこの底面にちゃんと塗り広げてませんでしたので、塗り広げて、まあ、でも綺麗になったと思いますので、もう流していきます。まずはこの水洗金具をすすぎまして、で、このレバーもすすいで、そうしましたら、はい、こっちですね。ここ、慣れてないと床の方に水を流していってしまいますので、注意しながら。不安であれば、クロスで水拭きした方がいいですね。あまりギリギリ攻めなくても、使ってる洗剤が石鹸ですから薄く残っても全然安心ですので、汚れが結構ついてるという場合は流した方がいいと思いますけれども、排水口パーツ類もすすいでいきます。もうだいぶ綺麗になってますね。
と見えないと思いますけれども、まだ汚れが少し残っていましたんで、そうしましたら排水口のパーツを戻していきます。引き上げていきます。まずは綺麗な状態で水洗金具を拭いていきます。はい、これで終わりです。ということで今回は洗面台の掃除をやってみました。そこまで汚れていませんでしたので、メインに石鹸を使いました。石鹸はとてもコスパがいいですし、洗面台に固形石鹸を置かれている方にとっては手軽にお掃除できますよね。そういったメリットがありますし、そもそも人間の体について皮脂を落とす石鹸ですので、皮脂が原因の汚れが洗面台にもありますので、そういった汚れを落とすのにとても最適と。ただザラザラ汚れを落とすことは厳しいです。ということで一緒に使ったのがダイソーのシンクの水垢汚れ落としというちょっと研磨力があるスポンジでした。さらに排水口については石鹸よりももっと最適な塩素系を使いたいということで、キッチン泡ハイターを使ってみました。そのように汚れの種類によってお掃除グッズや洗剤を変えてみたり、またそれらが変わるとお掃除のやり方もちょっと変わったりしますけれども、同じお掃除ですと単純でつまらないと、そうするとなおさらお掃除する気にならないですよね。ということで汚れの種類やひどさによってお掃除グッズや洗剤を変えてみながら楽しんでお掃除をするというのも、毎日続けるお掃除だからこそ大切になってくるのかなというふうに思ったりもします。ただそのような考え方ですとお掃除グッズとか洗剤がいっぱい増えてしまいますので、それもちょっと嫌ですよね。逆に集約してできる限りお掃除グッズや特に洗剤ですけども、洗剤を減らしたいという方であれば最低洗剤は5つで済むんですよ。そのようなお話を以前詳しくしておりますので、気になる方は概要欄を覗いてみてください。動画のリンクを置いておきます。ということで今回の動画が少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。